11月14日月曜日夜7時になりました。本日も池袋のニコニコ本社から生放送でお送りいたします。ニコラジ山田久志です。みんなありがとう、みんなコメントありがとう。あーが多いね、あーが多いね、おいおいおはい、アシスタントはこちら、うんこちゃんこと加藤純一です。よろしくお願いします。うんこちゃん、そしてアシスタントはこちら、セラミカルです。お願いします。セラさん、よろしくお願いします。お願いします。絵描いてや、描きます。さあ、そして今夜はそうなんです、フーさんの日でございます。おー、フーさんの日、早速バイノーラルマイクで挨拶してもらいましょう。お願いします。これを使ってください。ちょっとこっそりと、ボンジュール。本番だ。右からボンジュール。右からボンジュール。今左からは、左からはシルブプレ。あれ、こっちの人だったっけ。ということで、はい、なんでフランス語かっていうと、プーさんパリ帰りです。そうだ、ですね。そうなんだ。おいおい、もうなんだよそれ。オフレンチに行ってきまして。どういうこと。フランスに。実家。実家じゃない。実家じゃないよね。実家じゃないですよ。何そのおしゃれな感じは。いやもうね、仕込みですよ。お、仕込み。仕込みということは、はい、うん、何かざわざわするの。それざわざわしますね。フランスと、オフランスとニコニコ動画。はい、いや関係ないでしょ全然。共通点は何なんだろう。どういうこと。何だろう、共通点。え、ないね。ほら遊びに行ったんじゃないのやっぱり。じゃあでもね、ほとんど遊んでた。お、いいな、うん、でも今ほとんどって言ったから、うん、はい、あ、でもね、ちゃんと仕事もしたんですけど、ほら、うん、なんか企んでるかも、うん、ねえ、企みますよ。もういろいろ終わりましたから。そうだ ね、 あね、そうだ、ちょっとおさらいしよ う、 そう、ね、ゆっくりおさらいしよう、うん、この一月風さんが来てない間に、うん、ニコニコ相当いろんなことやってきて、ありましたね、いろんなニュースもあったから、うん、じゃあまず今言える範囲で言うと、今回パリに行ったのは遊びだけど、ちょっと何かもあるかもと。そうですね、いうことですね。パリでは何か、その、うん、何か見たとか、そのね、食べたとか。オペラ見ました。オペラ、あのバスティーユっていう劇場があって、そこで、ね、ホフマン物語っていうなんか、うん、有名なんですね、それ、うん、オペラ見ました。オペラ見たことある、うのこちゃん。いや、もう見たことも、聞いたこともない。はい、聞いたこともない。聞いたこともない。聞いたこともそういうものが存在するっていうのはもちろん知ってますよ、うん、オペラなんかオーケストラでミュージカルをやるってことだよね、はい、簡単に言うと。っていうことね、生演奏を、生演奏で聞きながら。でも長いんですよ、3時間ちょっととかあるんだよね、4時間ぐらいかな、ね、そうそうそう、すごい長くて。あとだから、その何、場所によってはそれこそ清掃で行かなきゃいけないとこもあったり。そうそう、でね、結構清掃して行ったのよ、うん、だから全然だったね。いや、なんか聞く、なんか最近はそういうカジュアルなものもあるんだってね、うん、だから逆にちょっと浮いてた。ああ、うん、きっちりとタクシードで行ったのに。そうそう、おい、あの日本人なんだ。あれみたいな。ちょっとお登りさんだって。やだやだそれ。へえ、僕はね、日本のはあるんですよ、オペラ歌手の知り合い多くて。あ、そうなんですか。日本でオペラやってるんですか。実は日本でオペラやってるんですか。いや、俺知らないですよ、そんな。オペラユーザー的に増したぞ今。いや、これ今日勉強しますけど、いますよそれは。ほら、今森久美子さんみたいなコメント出てきたけど、そ う、 そうですよ、もちろんいらっしゃいますよ。やってますね。ああ、そうだそうだそうだ。いや、オペラはね、でもね、すごかった。もうスケールが違くて、違う、まあ、勉強しようと思って見たんだけど、あの参考には一切なりません。すごすぎて。うんって感じだ。本舞台があるじゃないですか、うん、本舞台があったら、その横左右に同じ大きさの舞台が入るぐらいのスペースがあるんだって、まあ、確かに確かに、うん、そのままだからセットチェンジみたいなセットチェンジが横から来るわけですよ、ね、でそのまま突き出していい、突き出して、そしたらさらに横に2つ分、うん、計9マスあって、自由にそのセットが買われるよ、うん、どんだけ広いねんもんそれ。そう、想像できないですね。世界最大なんだって。だそこはなんかね、勉強になったんだけど、日本にないじゃん。ないね。作るしかなくなっちゃうね。そうそうそう、ないじゃん。いやいやいや、あのこれでフーさんにオペラハマらせると作っちゃうから、はい、やめたほうがいい。やめた、誰か止めたほうがいい。そんな9枚のステージ作られて。いや、そんな、ただその代わりそれだけあるから一瞬で転換できるんだよね。そう、すげえかっこいい。下からも出てくるし、セットごとバッて移動する感じなんだ。はい、すごいんですよ。で当然下は紙にはけてる時にまた転換できるから、はいはい、また次それがした時にはもう違うものになってるっていうことができちゃうから、はいはい、そう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 、あるよこれ。すごかった。時差ボケはある。あ、あるの。あります。あるの。あります。今どんな感じ。今ね、朝6時に起きる感じ。これかわいそうだな。おい、5時6時にいいとこですね。そう、5時6時に起きると中途半端じゃないですか。え、朝5時にうんこちゃんと話さなきゃいけないんですか、うん、
うん、寝起き無理だ無理だ寝起きよさそうですね俺の声でパッて起きれるなわけねえだろ寝起きだろすげえ今辛い顔してるよ古さん寝起きよさそうだなってよかったラジオでよかったよラジオでよかった見たことないぐらい古さん辛そうな顔してたから眠いんだから本当は目覚まし時計にはいいと思うんですけどね、僕の声は、はい、じゃあちょっとね徐々にいろんなものをちょっと思い出し思い出し今日は古さんと一緒に3人でお送りしたいと思います、はい、では今夜も行ってみよう月一風さん生登場だよあなたのお悩み大募集うんことミカルも大奮闘第1442回ニコラジ月曜スタートということで風さん、はい、前回ね出演してもらった時は、うんはい、ニコニコでやっぱりいろいろあったんで、はい、そのまずいろいろで言うとあれから行きたいニュースにもなってた池袋のこのハロウィンコスプレなってましたねそうこのフェス盛り上がりましたよ、ね、これからちょっと思い出してみて、ね、だからねここから風さん家帰ってないんですよ、28日から池袋行ってそのまま埼玉行ってでフランス行ったのですげースケジュールだったんだねそうなんですよで昨日まで福岡にいたのでだからね久々に今日はぐちゃぐちゃだね今家帰れるみたいな家帰れるだそのね一番皮切りがこの池袋ハロウィンコスプレフェスだったわけですけれどもね9万7000人のお客さんが来てたんですかだからそのコスプレフェスを見に来た人が9万7000人だからその池袋自体にいた人っていうのはもっといたわけで だ、ね、だその人たちにこの何このコスプレを、ねはいはいはい、こう披露することができたっていうことでねこのきっかけにできたっていう、うん、ついにすごいっすねそうそうもともとあのフーさんがここに本社を池袋にね移転して、はいはい、そのもうテーマでもあったわけよ、うんうん、やっぱそういうところの聖地にしたいよねっつってこう、うん、ねこれ秋葉はもう結構そういった形でねイメージありますけど女の子たちもこうやってこう仮装とかしたり、うん、そうやってこうしながらみんなで池袋で街を上げていこうっていうだって行くあれだったもんねフーさんなんかあの豊島区の人と話したりしてたの、うん、だから豊島区の人でそうそうそう役人さんとかってことですか役人さんもうガチでだってもうそれぐらいやんないとほら町全体で盛り上がれないからそう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 だから町をこう使わせてもらうのも ねこの行政のさやっぱ簡単じゃない許可が必要なので町を使うってすごいですねでもすごいよそう話してるうちに見たニュースあ、見ました、見ました豊島区の偉い人どころかもっと偉い人と一緒に映ってたの見たあの都知事の噂の小池百合子さんのお隣に、ねうん、そうなんですよだからフーさんじゃないかなってそう俺ニュースでもそうなってた都知事は何々がやっていてフーさんは何のコスプレでておいおい横列になってる横位置で紹介されてるぞと思ってリボンの騎士やってましたよねそう小池百合子ちょっと写真見てみます、うん、まずフーさんが何をしたかそうですねフーさんのコスプレはこれでしたほらこれです刀剣乱舞やりましたかっこいいですねめっちゃかっこいいだかっこいいですねすクオリティ高すぎてそういやこの人もうフーさんじゃなくなっちゃってるから分かんないですねだからもうね会ってもフーさんって言えないんだけど誰ってなっちゃうんだよ分かんないこれみんなコメントでもかっけーってきてんじゃないほらこれねあの刀剣乱舞の泣き狐っていうコスプレなんですよ、そうこれいつ頃決めたのこれにしようってのもうね去年の終わった瞬間にもう今年もう来年はこれやろうみたいなそうだったのそうでこれねなんで選んだかっていうと、うん、ま、今都知事があんな感じじゃないですか、ね、あんな感じなんでものすごいやっぱりねメディアの方々を連れてきてくださるので、うん、そうだそうだちょっと半分顔を隠していこうとあそうかあ前回そうなんですよ結構出ちゃってそうあれまんま俺じゃねえかみたいなそうそうそう俺もねあれ解禁かって思ったからそうそうそうちょっと半分ぐらいは隠しておこうかなっていうことでこの泣き狐をねちょっと選んだんですけど裏話マスコミ多いはずだからでも正解だよねそうそう結局やっぱり隠れてますね超映ってたからでねツイッター見たらあの都知事より後ろが気になるみたいなこと作戦成功みたいなねやっぱ言われた作戦成功で言われてたよつで小池都知事がリボンの騎士ということそうですそれあれ何やなんか話したの知事とはしましたしました去年もね知事来ていただいてて、うん、そうなんだね、うん、選挙区だったからねそうで来年も絶対来るよって言ってくれてたんですとはいえ都知事になったらね簡単じゃねえだろうって忙しいからいらっしゃってもらえないかなと思ったんですけど、うん、そう来てくれましたねやっぱ有言実行だわ、うん、行動力はすごいわ、うん、すごいあの人は、ねうん、僕は実はねこれ風さんとはね、はい、小池知事に関してはねつながりがあるんそうですね どんなつながりあの方がね、はい、環境大臣っていう、はい、そういった任命、まあ、防衛大臣の前ですよ、はい、やられてた時に、はい、自民党が当時、うんまあ、ほらほらチームマイナス 6% とか聞いたことある、うん、その。まあ、震災の前だったから、うん、やっぱりこう地球環境ってみんなでやっぱり世界で考えなきゃいけないよねっていうエコの運動を、うんはい、CO2 のやつね、そうそうそう、うんうん、削減のために、はい、で啓蒙普及のイベントを、はい、
俺たちがプロデュースしますって言って、はい、ほんで、小池さんサポートしてくださいって言って、はい、言って小池さんの、まあ、っていうか環境の環境省のサポートのもと、はい、無料の音楽イベントやったことがあって、そこ一回風さん見に来てくれて、そうマジっすか。あれどこだっけ、ブリッツ、ゼップ東京だ、東京だ、またすごいとこでやりましたね。でグレーとか、はい、ソルクとかが無料で見れるライブを俺がプロデュースして、その時に小池知事と一緒にこうなんかプレゼンテーターみたいな感じで、山田さんがプロデュースしたんですか。そう当たり前でしょ。めっすごいっすね。俺がやらないと誰がやる。俺はみんなね、なんかね、エロ DJ エロ DJ って言われてるけどね、カタカナでよく書くとエコもやってんだよ。なるほど、一本立つ、ね、そう一本立つだけでエコもエロもやってんだよ俺は。だあそこでさ、もったいないっていうの出たんだよね。そう確かね。そう、3R とかね、そういうのがいっぱい出てきて、そう、でそれをフーさん見てくれて、フーさんはそこで、でも実はもう予言してんの、俺もね、こういうのとかイベントやりてえなとかって言って、後にそれが町会議になってったり、そうだ、ね、町パーティーになってたりしてるわけ。実現してるわけですね。さらに都知事になった小池さんと一緒にコスプレやってるからニュースまで出ちゃって、フーさんやりすぎだよほぼ後ろのスタンドだったよかったよ。いや、よかった。すごいもんだよね。すごいですね。だからもうこうハロウィンのやつは、この池袋っていうか、まあ豊島区が打ち出してるのは、この街が劇場になると面白いよねっていうのが、この豊島区が今考えていることで、だったらそのコスプレイヤーの舞台を街にしてもいいんじゃないかっていうことで、そのこのコスプレとそのハロウィンをくっつけて、だからここがこれだけ池袋でやれたわけだ。なるほど。まあ昼間やってるからね、安全だし、ね、安心だし、子供たちも来れるし、だから家族連れもすごい多かったし、ね、あと外人さんがねすごく多かった。あ、やっぱりでもそう、見たいし写真撮りたいしなるよね。確かに。で、あと俺思ってた印象は、はい、ほら渋谷の時一回去年さ、なんかハロパでなんかちょっとゴミがすごくなっちゃって、多かったですね。あとで池袋綺麗だったでしょ。みんななんかそういうの聞かないよ。あ、ちゃんと確かに間違いが折れてるのないですね。ゴミだらけで帰ったみたいな話はあんま聞かなかった。そうね、ゴミは落ちた糸くずぐらいじゃない、落ちたみんな自作だからね。あれ抜けちゃったみたいな。そう部品とかが落ちたそうか、パーツがね、パーツがね。そう、でも僕今年ハロウィン普通に30日に渋谷行ったんですけど、でも例年よりちょっと少なかったんですよ。でもその池袋でやったから、なんかそこで満たされちゃったのかな。絶対影響あると思うんですよ。起きた、去年に比べてだいぶ少なかった印象があって、多分このその影響があったんじゃないのかなって勝手に思ってたんですよね。あとさ、渋谷はそのゴミ袋をかぼちゃに見立てて、はい、それを捨てるとかぼちゃになるみたいな、何膨らむじゃない袋が、すごい、それがねすごい、あ、センスいいね。そうですね、素敵。なんかいろんな賞ももらってた。はあ、大事。いや、でもやっぱり池袋これからそうしてって、はい、ってことを考えると、これ来年の構想はどうなんでしょう。いや、もっと大きくしたいですよね。やるべ、俺もちょっとうんこちゃん、ちょっと呼んでくださいよ。やるべ、はい、俺たちもやっぱりさ、コスプレしたいけど機会がないっていう時あるじゃん。なかなかね、言えないですよね。なんか普段やるのもね、ちょっと恥ずかしいし、だったらここのハロウィンで、池袋でやろうみたいな、そうきっかけはいいかもしれない。あ、やってみて、やりたいですね。フーさんもそうだったから。なるほどね、フーさんもそれで、フーさん今ならできるみたいなフーさんチャンスだって。フーさん毎回言ってるの、遅れた青春を取り戻すって。いや、大事ですよね。そうなんです、ね、大事大事ですね。そうなんだって、いいね。ちょっとこのうんこちゃんファンはどうなんだべ。コスプレとか嫌いなのか好きなのか。南原のコスプレしろって言われてるから。ちょっとできてる、ちょっと方向性が ねやりたいですけどね、そこ思い切って、なんかでも、ね、でもなんかやっぱなんだかんだ言って行ったらその楽しいっていう人多いんじゃないですか ね、 ね、やっぱり毛嫌いしてる人も、そう食わず嫌いやんないで、多いと思いますよ。とりあえず体験してみるといいよね。横ちゃんしたことないのコスプレ。僕初めてしたのが29歳です。え、コスプレ、はい。え、何したの。ハロウィンの日に、僕アンチハロウィンだったんですよ、そういうのを僕は絶対着飾らないみたいな感じだったんですけど、29歳の時にやったら、まあ面白くて、ちょっと遅れてきた青春の人だ。僕は3年連続パーティーしてます。もう一人いた、はい、やっぱみんな遅れてきてる。でもやるとなんか面白い、やるとまあ面白いです ねすごい、みんなで楽しんでお酒飲んだりして、わーって騒ぐの楽しいなって思いますね、別の顔で、はい。さあ続いていきましょう。続いてはこちらです。ニコニコ超パーティー2016、ありがとうございました。これ画像が古いね、これね。いや、ちょっとまあいっぱいいろいろね、先週とも流してたんで、改めておさらいでということなんですけど、今年もその松岡充さんにもお越しいただいたし、小林幸子さんもあれだけのね、セットと言ったらいいのか衣装と言ったらいいのか、獅子王が大暴れでしたよ。
UFO までやってましたから、本当に公認されました。で、セラさんもワクワクバンドで頑張りました、はい、ね、自分の曲のエアマンが倒せないよ、ね、すげえ良かった、見てましたよ、セラさん。何年越しでしょう、もう10年越しぐらいで、すごかった ね、みんな盛り上がってくれて、で、僕も裏側から、あの、要するにクラブニコニコっていう、うん、そのね、楽屋のような、なんて言うんだろう、あそこ、そうですね、ね、縁日ができるみたいな、うん、そうそうそう、ドクターフィッシュいたりとか、うん、ケータリングが充実してたりとか、ビリヤード台があるような、そこから生放送させてもらって、うん、まあ、呼ばれなかったのはうんこちゃんだけ、ほんとっすね、ちょっとおかしくないですか、僕うんこちゃんだけです、呼んでくださいよ、呼びませんちょっと来年は絶対僕呼んでください、嫌です、超パーティーが荒れるから、絶対に勝手についてきますよ、来年は山田さんの後ろにいや、でもほんとね、来ればよかったんだよね、ほんとはね、じゃあ僕でも別の現場で仕事したんですよ、ちょうど、そういうことなんでしょ、同じ時間でも呼ばれてないですけどね、呼ばれてないから、まあ、その行けたっていうのもあるんですけど、あえて村にぶつけてきて、いや違う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 、行きたかったんですけど、だからちょっと来年は来てくださいよ、ちょっと今もう僕呼ばれたってことにしてますからね、もうこれ今言葉でして、どうしますどうします、そこが問題ですよ、今コメント見てる側は、おい、風さんに乗っかっていいのかみたいな、今うんちじゃない、アンチうんちアンチうんち、山田さん、アンチうんこ、やっぱり長いものにはやっぱ曲がれないんですよ、僕は。お、行きたいっす、行く、風さんにやっぱちょっと、ね、どうなんですか、ちょっと今ね、これうんこちゃんファンどうなんですか、最近その長いものに巻かれてるこのね、うん、うんこいいんですか、お前たちのうんこはこれで、ほら、ダメだダメだ、お前らでも本人目の前にさ、なかなか言えないんだぞ、こうやって、そうなんだよ、大丈夫です、今年、うん、来年も呼びません呼んでください、僕も、うん、僕も呼んでください、ぜひとも、ね、ちょっと、はい、あの、ふうさんに一応検討してもらって、この今コメントすごい見てますから、検討していただいて、検討しました、ね、はい、ガン見してくれてますよ、はい、コメント、検討してください、ここから精査します検討してください、頑張ります、僕も、ね、はい、でも超パ、特にこだわった今回の演出は、ふうさん何だったんですか、そうですね、うん、今回ね、新しい技術をやっぱりいろいろ入れてみようっていう試みをしたんですよ。で、一つはあのなんとかな、ワンダースクリーンっていう、はい、ワンダースクリーン、遮幕って言われるね、はあ、いわゆるそのスクリーンなんですけど、はい、後ろに照明をやると、うん、ようにプロジェクションマッピングみたいなのを打つと、はいはい、このスクリーンが透けるって、透けて見える、うん、はい、そうするとそのなんかこう映してる映像が透けて見えるから浮いたように見えるんですよ、うんうん、はあ、浮いてるように見える、なるほど、例えば合図の演目で使ったやつなんですけど、例えばこう剣を振り回すと、その剣の残像に合わせてその線が出たりとか、うん、だからそのもう完全にその空中にも絵が描けるっていうか、そのそう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 、いや、あれすごかったんですから、風さん、あれ多分風さんね、きっと忙しくて見てなかったと思いますけど、その後は、うん、あのルート5来て俺たちの番組に、うん、あの楽屋裏中継してくれたんですよ、うん、あ、いい、そしたらいけ、ルート5、じゃあ最後に一言何かありませんかって言ったら、おい、あいつ金かけすぎだって予算がなんか不公平だって書いてあるんだよ、ルート5あれね、実はそんなかかってないんだよ、時間はかかってんだけど、うん、あれお金はそんなかかってない、そう、もうみんなね、なんか超激怒して帰ってた、それだけ言いたいってどうしたんだよ、ルート5って超可愛い弟分の合図が気に入らないなるほど、そういうの、そう、まあ、そういうワンダースクリーンだったりとか、あとはね、今回その生放送を見てる人がよりそのいろんな角度から見てほしいなっていうのがあったんで、ロビーカムっていうのを入れたんですよ、ロビーカム、それはあの有線のドローンみたいな感じ、ああ、うん、なんか上してるやつ、上空中をガンガン動いてたやつ、そう、360度いろんなところ行ってた行ってた、うん、あれね、実はね、すごいやつなんですよ、あれすごいんだ、でね、あれ普通に入れると4桁万円ぐらいするんですよ、ね、だから本当にすごい技術というか、まあ、カメラですごいんだ、そこに AR、うん、ように仮想現実が映せるカメラを搭載したんですよ、へー、うん、さらに4桁万円が追加され、それがやったのは今回、うん、世界初だったんです、うわー、すごいっすね、今ね、今ちょっとセラ君書いてるけど、そう、あの、要はドローンだと危ないじゃない、そのほら、うん、お客さんの頭の上をさ、カメラが縦横無尽に動くわけだから、うん、か、何かあっちゃいけないので、うん、これ映せるかな、お、今ちょっと見えるかな、ちょっとやってみようか、じゃあちょっと待って、今絵で描くとこんな感じ、これでお互いの、そう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 、でこれでお互いの紐をね、コントロールするわけ、これちょっと映せます、すごい iPhone だけどほら、すっごい、カメラ見える、カメラ見える、カメラの動き分かる、ほらほら、こんだけ動いてくれるわけよ、ぐるぐる、ほらほら、今この花火がその AR なの、うわー、はー、だからそういうことか、合わせてる、これと同時にシンクロで動くようになってるから、そう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 、映像がおかしくならないんだ、だからその CG との合成が可能だってことだ、この AR の動きに追尾というか、その追従して、うん、そうそうそう、えぐい機能だな、おい、そうなんですよ、これはすごいわ、いやー、うん、使っちゃった、
また使っちゃったんですよ。大人買いしちゃったちょっと大人買いの額がちょっと想像絶するような。そうです、ふうさんですからやるときやりますよ。額がね、皆さんが喜んでくれることを第一に考えるふうさんですから、うんうんうん、そうなんです。やっぱほら来れない人も多いじゃん。特に、まあそうですね、やっぱりニコニコって基本的にはやっぱりネットで ね、うん、トでね見てくれるユーザー、うん、だから全員が全員埼玉スーパーアリーナ来れるわけじゃないから、そう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 、なんとかその人、むしろその人の方が楽しみって言ってもらえるぐらいな、うんうん、家の方がありがたいって言ってくれるようなものにしたい、うんうんうん、そうですね。だからネットでも楽しめるし、リアルで来ても楽しめるっていうのをね、その探りたいなっていう、ね、ここなんですよ、うん、ぜひ皆さん一回生で来てくれ、そこは、うん、いや見たくなったわ、うん、俺も今回がっちり初めてちゃんと見たけど、はい、すげえ良かったから。あれね、実はねリハーサルが23時間かかってるんですよそれリハーサルの時間じゃないんですよ。そう、2日3日前に入るんだよね、うん、3日前に入って仕込みって言って、はい、まあ、舞台を設営してから、はい、でそこからそのテクニカルチェックって照明合わせたりとか、その音を合わせたりとかってやるんですけど、そこから本番の日まで、ああ、ね、休み時間が4時間。マジっすか。全員が休む時間は2時間ずつ。やばいやばいですよ。そう、ふうさんあんまり言うと今の残業問題が。そうなんですね、あでもそれ交代やってるから。そうですよ、うん、大丈夫、一人じゃないですから。なるほど、あの、ね、一人だったら確実にやばいです。動き出しますからね行政が。なるほど、そう、それぐらい大変なんだよね、うん、みんなね、うん、いやあれだけのだって演目だからさ、もうかかるのよ当然。そうですよね、かからないわけがない。そう、大体ね、その1時間に1時間の演目で3時間リハーサルかかるって言われてるの、うん、だから大体3倍7時間やると21時間かかるって言われている。それでもね、うん、やってくれるんですよ、うん、やっぱみんなその来てくれる人の笑顔が見たいとか、やっぱそういうもので報われたりするんですよ、うんうん、なんか楽しかったよとかまた来るよって言ってくれるそのコメントの一言だけでもね、うんうん、報われ本当に本当本当そういう仕事だからね、うん、この世界は本当に報われる ね、うん、まあ、まだタイムシフト視聴できますので、はい、ぜひ見てください。ぜひよろしければご覧になってください、はい、さあ続いていきましょう。ニコニコ町会議2016、昨日の大阪で今年の町会議も無事に終了。終わりました。お疲れ様でした。終わりました。終わりました。どうでしたかこれもね、全日程。いやね、毎年ですけど、はい、大変ですね町会議も。ふうさんどっか行けたとこあったんですか。ふうさんはね、どこだっけな、どっか行きましたね。あ、いくら行けたんですか、はい、これね、はい、すげえ適当になっちゃったよ。どっか行きましたね、うん、もうね、覚えてるわけ、はい、覚えてないっていうぐらい相当記憶たどんないと。どっか行けない、うん、なんだって時差ボケしてた。あとね、あと2時間後に思い出すと、うん、あーっつってそういえばでね、まあ、だからね、宮城県の大崎とかは、はい、仙台貨物の、そうなのよの ね、 ね、千葉さんが、千葉さんが呼んでくれたんですよ。千葉が自分で、いや俺が呼ぶからっつって自分の田舎に、そう、いや普通に応募してくれたんですよね、うん、ガチですよ。え、これって会場ってどうやって決まるんですか。だからその応募、応募、え、僕応募。あ、そうなんですか。僕立山、千葉の立山出身なんですけど、例えば立山の、うん、そういうことが、うんこちゃんが言って、え、ちょっと待ってください、こうやってほしい、ね、はい、応募の中で僕らが選定するんですけど、はい、一番熱いメッセージをくれたところ、はい、そうだから別になんか、あの、人が多いとか場所がどうじゃないの、はい、うん、メッセージで動くから、そうそうそう、ちょっと絶対呼んでほしい。でも僕 そのメッセージから僕らが自治体に連絡をするから、うん、そこでダメだったらダメなんだけど、はい、っていうね。そうなんです。それでだから断念してるとこもあるのよ。そうそうそう、そうなんですね。だそこから電話かけて、ね、あの、ニコニコってもんなんですけど自治体みたいな初年度とか大変で、そうか、やったことがないものだから、そう、キャッシング屋だと思われてて怪しいぞ電話切れ、電話切れ、そうそうそう、そんな東京からの電話新人だから、そう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 、ニコニコって言われたらキャッシング、僕キャッシングだと思われてる、ね、ニコニコキャッシング違うから。さすがにね、最近はね、分かってくれるようにはなったんですけど、すごいことよ、ね、でもやっとしいな。だね、熱いメッセージでね、今回10箇所だよ。だからまたね、これ、うん、昨日ね、大阪でね、無事にファイナル迎えまして、迎えました。これもじゃあいいですか、来年もってことで。そうですね、考えたいですよね。じゃあちょっとほら、エントリーした方がいいよ。いやもう、うん、僕がエントリーした、まあそうですよね。でその代わりだから、エントリーした人はもちろんその本番は来て一緒に盛り上げてくれるんですよ、はい、いやもう絶対もう死ぬ気でやりますよ、うん、そうす、やりたい、立山やりましょう、うん、一緒に、はい、いいね、やってみたいね、これね、うん、やりたいわ。そういえばあれですか、ふうさん一回実現したあの家会議はまたやってもらえないですかね。僕はどんな、どっちかというと家会議が大好きで。家会議って何ですか。家会議ね、家会議はいろいろ反省会必要だよね。やっぱ必要ちょっとやっぱりいろんなところに確かに行って、うん、あのやっぱりリハができないっていう問題とか、うん、あのギリギリまでおばあちゃんいないって言ってたのにいたとか。そうだね、そうだね、あるんですよ、そんな環境でやってるんですね。いやいや本当ね、いや最初ね、あの絶対ね、ほら、はい、町会議すら来れない人もいると、うんうんうん、でお家に来てくれっていう、うんうん、はい、お家で町会議やりたいっていう人もいるはずだっつって応募して、うん、あ、じゃあエントリー
はい、そしたらやっぱ来たんですよ。いっぱい来て、はい、選定して選定して行ったつもりなのに、おばあちゃんいちゃったとか、まあまあおばあちゃんいたとか、あとはその日がたまたま法事になって全員いないんだけど鍵開かないみたいなこととか。でもさ、そういうゲリラな感じがさ、うん、ちょっとニコニコっぽいよ ね、だからやりたかったことはやりたかった、うん、ずっとそれはもうふうさんと言ってて、うん、叶えてはくれたんだけど、うん、結果確かに反省会が家帰り法事に負けるっていう。え、それ本当に一ユーザーさんのお家。そうよ、うん、へー、だから来てもいいけど親がいませんってなって、いや、はい、親がいないのに勝手に生放送されてるの嫌でしょ、だって、まあ、ちょっとなんか変な感じしますよ ね、だからちょっとそれ承諾取れないなってなったり、うん、はい、あとはその本当に部屋が、もう狭いけど、うん、来てほしいと、うん、いいんですかって、これいや別にうちら狭くても構わないですよっつって、うん、本当にガチャって開けたらもう何も掃除されてなくて、うん、その居場所もなくて座る場所もないみたいな、どこにパソコン置いていいやらもう、うん、っていうのもあったし、なるほどね、いっぱいありました。やっぱ家会議はね、あのなんかこうサプライズ感がね、うん、ありましたよね。いや、やりたいな、うん、今後もやっていきたいな。ダメなの、んこちゃんち。え、ね、え、だって来てほしいですね。だからもうさ、すごいコメント読んでるとだいぶ家バレしてるよね。まあそうですね、ここ僕の家なんで全然いつでも、なんかね、うんこちゃんって住所言ってるらしいんですよ。へ、全部さらけてる。そうなんですよ、ね、このレジディア西新宿。俺これさ、今さ、読んでいいもんかすごい迷った。全然ね、この子に関してはいいんですよ、もうほら、弾幕来ちゃいますよ。おかしいでしょ。いいね、そうなんですよ、さらされてるんです。いい、最高最高。さあ、さらにいきます、はい、今後のお話ですが、先日こちらが発表されました。これ、はい、東海議2017発表会やりますよ。ちょっと東海議やりますよ。これはうんこちゃんも黙ってない、うん、黙ってないですよ、ね、僕もちょっと出たいな。はい、3月に発売に先駆けて任天堂のスイッチをも体験できることが決まっております。そうなんですよ、先行体験ができます、発売前に。はい、これ以上はねまだ言えないんですけども。あ、そうなんだ、はい、すげえな。そうですよ、任天堂スイッチが遊びますからね。それはあれ先にっていう、うん、これたまらない体験ですよ。すごいっすね。はい、やりたい、ね、で第2回スプラトゥーン甲子園2017の全国決勝大会もここで開催される。決勝大会ですよ。へー、すごい。来年の2月400組の、ね、頂点を決める、うん、決めますから、ね、いいなー、うん、いやこれもでかいもんな、ね、うんこちゃん例えば出るとしたら何しやりたい。いや、やっぱりその東海議って実況者さんたちいっぱい出てるんで、はい、うん、僕もなんかやっぱどこでもいいから出たい。大丈夫、うんうん、はい、どこ荒れない。まあ荒れないっすよ、大丈夫っすよ。本当に、まあ、うん、僕の中では荒れてないかなっていう。荒れるで有名な人なんですよ。思ったんですよ、だから僕一人でなんかやらせてほしいなって。すごいあれですかね、偉そうですかね。僕一人で、はい、なんか一人でやってる人多いですよね。そのあのコンビ でとか一、うんうん、人の実況者さんが、うん、その番組持ってなんかゲームやるみたいな、うん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 、あるね、のがいっぱいありますよね、うん、いいんじゃないですか。じゃあ東海議の裏でまたやればいいじゃん。なんで俺一人でまた仲間に入れてよ、山田さん。僕も周りに来たらみんなでやるんだよ。あ、まあそうですね、ストーリーじゃダメでしょ、まあ、そこはちょっとなんかうまいことかいくぐってやりたいなって思ってます、ね、なんかやりたいですね、うん、僕らも、うん、ね、ちょっとこれやりたいやりたい。今から教えてもらってる情報がありますか、はい、今回はね、うん、1から8ホールでまたでかいわ、また大きくなりますから。前回は1、6ホールだったんで7、8が増えて、すごいな、うん、1、8ホールで幕張メッセージもね。あとはね、ジャエポっていう今回、うん、アミューズメント系っていうのかな、ゲームセンターにあるような、うん、その機械のテーブルゲーム的な、集まってる見本市があるんですけど、はあはあ、それとね共催でやるんですよ。はあ、だからね、全てのゲームがこの10日に集まってるっていう。そういうことか、はい、スケールがちょっとパソコン系とかこういった個人ユーザーの方の持つポータブル系じゃなくて、うん、そうだから、アプリのゲームもあるしゲームセンターで、だからそれがね全部このポスターの中に入ってるんですけど、アーケードゲームとかも来るわけだな。そうだからそれこそボードゲームとか囲碁とか将棋とか、そう、周りとあらゆるその遊びがこの10日に来ると遊べるっていう、全部詰まってますね、ポスターの中に。いや、あのテーブルゲームとか見たら俺はもう夏いいよ、単純に。そうだね、インベーダー、インベーダーですかね、うん、俺らの頃はあれ買って基板変えて、うん、みたいなことでやってた時代もあったからね、うん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 、進化しましたね、こうやって見ると、うん、すごいなこれな。ファミコン世代だけど僕も、うん、あれですか、うんこちゃんファンっていうのはやっぱゲーマーいるんですか。やっぱ多いんじゃないですかね、ゲーム好きな人多いと思いますよ、うん、僕があのユーザー放送で、うん、ゲームしてる時やっぱみんな喜んでくれるんで、うんうん、ゲームやっぱ好き多いんじゃないですかね、相当ほら、うん、ニコニコって。そう、ね、でもやっぱりさ、うん、もう今1億総ゲーマーでしょ、ね、もはや、ね、そうですよね、ほぼ関わってない人がいないぐらいな、マイノリティじゃないですよ、ね、そうだからね、今回キャッチコピーをゲームと一緒に生きてきたっていうキャッチコピーにしたんですよ。あ、そうか、うん、だから結局ゲームやってきた時間って無駄じゃなかったよねっていうのを、あ、だから好きっていうものは突き詰めていけばちゃんと
ね、ものになっていくよって、だから宿題なさいとか早く寝なさいとか下に書いてあるんだけど、それを乗り越えて、そのゲームと一緒に生きていこうよっていう、そうあの頃は言われたもんね、踏んづけてますもんね、そうなんだよ、お尻でね、当時は僕らはゲームするとそうやって言われてたんだから、ゲームなんかしないでとか、ゲームをやめて何を勉強しろ何をしろって、そうね、でも今みんなね、だって僕あれですよ、この間聞いた話はあの外科医、今外科医はゲーマーの方がものすごい今あの優秀なんだって、あ、そうなんですか、コントローラーを使ってのそのメスとかあるから、はい、今内視鏡、そう手術とか、ね、そういったものはそっちの手先が器用な方がいいんだって、自分でメス持ってどうのじゃなくて、もう本当にそのコマンドいじれるかとか、そのコントローラーを動かせるかっていう、はそこまで来てますから今や、だからね、グランツーリスもずっとやり続けた、そのまま F1 レーサーになっちゃったそういう人いるんですか、そうそうそう、シミュレーターが成功すぎるから、そっちでも覚えれちゃうんだって、マジで、そうそうそう、じゃあそこもう本当に無駄じゃなかったですもんね、そういう人たちは、でしょ、どんどんです、でしかもだってゲームが会話にもなったし、ね、仲間も作るきっかけにもなったりはするわけだから、もう今やゲームまさにこの一緒に生きてきた、そうだね、週明けとかよくゲームの話してたわ、してたよ ね、してたよね、小中学校の時とか、ドラクエの話とかしてたわ、いやもうインベーダーだマリオだなんだとかってずっと順番だけど、俺たちはもう知らないわけないもんね、そうですね、最初からいるから俺たちだから、そうだよね、俺ブロック崩しの時からだもんねブロック崩し、ブロック崩し、そしてあのさらにテニスもできるよって言ったんだけど横になってるだけでなんだよそれって、あ、なるほど、この棒でね、こんなひどいバカにされ方ないよね、これテニスじゃねえじゃんでもう一個ボタンって卓球ってボタンがあってえ、ワンバンが OK だろ、そうそう、セラさんそれそれこんなんだよな、これこれこれ、そんなんどこがテニスだよ、なんだっけ、アルカロイドだっけこれこれ、そうだ、それ縦にしたらブロック崩しなんだ、セラさんうまいねこれ、バスケットってのもあったよ、バスケット、バスケットはここにカゴ書いて、ここに、この上にカゴ書いて、上にカゴ書いて、そう、それでこれがピョーンつってそれ横にしてこいつがこういくそうそうそう、もうさ、俺たちの想像力すごくね、すごいっすね、それでやってたんだぜ、すごい、それがどこがバスケだよこれ進化してったんだ、玉入れかな、玉入れっすね本当に運動会のコメント玉入れって言うな、悲しいから悲しいから、ね、なるほどね、さあ以上、じゃあフーさんと最近のニコニコを振り返ってまいりましたが、はい、これからもどんどんねニコニコはイベントもやっていくので、楽しみですね、ネットで見てくれるのも嬉しいんですが、こういったところで集まってくれるのもまた嬉しいんで、はい、あの総会議はねもうチケットも発売されてますんで、はいはい、リアルで来れます、トップページから、ね、ぜひ取ってください、あ、今出ました、はい、うんこめからここですね、はい、チケットゲッツ、はい、お願いします、まだね先行入場券を打てますんで、まだね、はい、並ばないで入れます、はい、さあそして、お、何？なんすか、なんすか、うんこちゃんに、これプレミアムスパークリングウォーターの差し入れだわ、僕にっすか、お、やった、マジで、マジでなんで、本当にニコニコネーム、小遣い2万だが純一に水をあげたいさん、およくやったすごいなおいこっつきの小遣い半分はたいて、これゲストにしか差し入れできなかったのに今回うんこちゃんに、やばいね、うんこちゃんのさファンってすごいね、飲むぜ、俺一回もないよかれこれ6年ぐらいニコラジオやってるマジで、本当に僕にくれたんですか、すごい、俺も飲んで、ぜひふーさんと乾杯ということで、じゃあ乾杯、ね、いや、ありがとう、ユーザーの小遣い2万だが純一に水をあげたいさん、ありがとう、すごい、すごい、あー、美味しい、美味しい、そう、これ軟水なんですよ、ちょっと柔らかいまろやかな炭水で、炭酸水で非常に評判が、非常に美味しい、ね、美味しいですね、軽やか、非常に美味しい、いいことなんですよ、実は炭酸水とかも時差ボケにはいいんです、へー、はい、知ってますね、まず本当に胃腸が活性化するので、いっぱい飲もう、そうなんですよ、へー、知らなかったわ、美味しかった、ありがとうございました、びっくりした、さあということで、じゃあここからはですね、いよいよこちらのコーナーやってみたいと思います、あ、山田さんちょっと待ってください、それではここでですね、今週のニコメンド動画をご覧いただきます、ニコメンド、はい、アイドルグループ娘のメンバーである葵さん、白福さん、気まぐれプリンスさんの3人がダンスボーカルユニットトラフィックライトとしてデビューいたします、デビューシングル発売日の11月16日にはニコニコ本社地下2階のイベントスペースでミニライブ&ジャケットサイン会を行います、それではトラフィックライトデビューシングルから1曲お聴きください、トラフィックジャムです、どうぞ、一人を照らす
してる三角形のシグナどんなカラーに染まるのか俺にだからな僕を見つめて君の気持ち次第さこの純愛さえジェラシーで汚す時透き通るその肌が誰のものなのか譲れないシンパシー Are you ready?今回もユーザーの皆さんのお悩みを解決していくタイトルコール、こちら山ちゃんとふうさんのお悩み相談室。お笛が流れましたね。これがふうさんだってことどのぐらいの人知ってる？これね、うん、いいねこの笛いいねわかる？深いんですよね多分ね。そうよ、これあのね、笛の一番上の部分あるでしょ、あの穴、大きい穴、はい、あそこを握って吹いてるだけなんですよ。それ吹いてるって言うんですか？それ吹いてるって言わないですよね。これ同じリコーダーで吹いてますからね。これすごいよね。そんな音に聞こえないぐらい、もう完全に和楽器じゃねえかと思うぐらい、うん、そうリコーダーだから、そう、うん、ショーンコのやつそのまま使ってんだよ。これ昔そのあれだよね、山ちゃんの番組のレーティングの時に、うん、そのレーティングの期間を天狗ウィークっていう風にして、でなんか天狗だから和の曲にしようって言ったんだけど、え和の曲なんかねえじゃんってなって、
吹いてくださいって言われたんです。そうだ、そういう素材の音がないから、吹いてくださいってどういうことみたいな。いやいや、リコーダーなんですけどみたいな。あのこれはね、フーさんのね、扱いが存在だった。存在存在。あの絵は描けたの、笛は吹けたの、何でもやらされるのよ。無茶をしてもらったわけですね。削除動画だってそうだもん。だって楽譜ないんだからね、あれその場で吹いてくれって言われて、あのクオリティですから。だからね、そうなんで、逆に褒めていただきたい。黎明期からフーさんはね、いろいろやらされてたんですよ。頑張ってたんですね。もう最前線で、最前線のリコーダーですよ。なんとかニコニコみんなで面白くさせようって。それやってたのフカちゃんだからね、ここに座ってるの。すごい、サッカーフカちゃん。長いんだよ、フカちゃんとは。動画消すなんて言われたら、別にフーさん消してるわけじゃない。フーさんが消した動画に流れるだけで、そうそう、消した動画に癒しをあげてるのがフーさん。なるほど、そういうあれがあったんですね。サムショー動画を作ってた人じゃないよ。そうだよ。なるほどね。そうだよ。うんこちゃんファンでどのぐらいパケラジのこと知ってる人いるのかな。本当だね、本当だね。もっとあるんだから。よし、さあ行ってみよう。今日もお悩みを。はい。だから、はい、うんこちゃん、僕早速読ませてもらっていいですか。はい。じゃあ、まず1通目、お便りいただきました。ニコニコネームつねさん、23歳男性、静岡県の方からいただきました。うん、皆さんこんばんは。うん、悩みなんですが、新卒で入った今の職場はやたら飲み会が多いんです。中小企業なので僕の部署は7人しかいないんですが、週3回ぐらい飲みに行ってます。そして驚くべきことに、僕以外の6人毎回出席してます。お飲み会の次の日は前日の飲み会の話を僕以外の6人がずっとしているので、僕だけ仲間外れみたいになります。うん、僕は彼女もいるし、2週に1回ぐらいは参加しますが、毎回はさすがに参加できません。うん、どうしたらいいでしょう。参加しない僕が悪いのでしょうか。うん、ですって。え、ほっとけばいいんじゃない。ね、シンプルだよ。うん、いいよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。あのそんなに毎回来ないからって、お前この野郎とかってなんないと思う。ならないですよね。ていうかさ、続かないよね。うん、ね、絶対どっちみち、どっちみちそっちも続かないと思うから。そうそうそう、そっちもそう、そっちも肝臓が続かないよ。いつか体力的な意味で終焉を迎えるよ、これ。うん、でやっぱ本人は気にしちゃうんでしょうね。うん、なんかあとさ、うん、飲んでる時間はその人たち飲んでるわけじゃん。うん、違うことをしたら勝てるんじゃないの。はは、ね、確かに。その分さ、違うところに遊び行って交友をなんか広げたりとか勉強したりでもいいけどさ、だって6人、7人いて6人がさ遊んでるってことは、その人たちはずっと同じ経験しかできないわけじゃん。そうだよね、このまま言ったらね。そうそうそう、だったら自分だけ違うことやればいいんじゃないかなって俺は思っちゃうんだけどね。なんか仲間外れみたいって思わずに、うん、ただその部署が7人だから、はい、例えば違う部署と飲み会を開いてみると、うん、そうでもいいよ。なんかね、そこの中の一人ってなるから仲間だぜって思うけど、うん、そっちにつながってっちゃえば、うん、またそんなさ6人でさ、はい、毎週3回も飲みたらさ、話題もなくなるよね。おかしいね。てかそっちの方が絶対なんか悪くなってくよね。悪くなってくっていうか、なる、確かに確かに、うん、なんかだんだん結局その中でしか話せないものになっていっちゃって、うん、ずっと堂々巡りみたいな話です、ね、建設的にもなくてっていう。そうそう、無駄だよね、その時間。うんね、来たよ今日はね、時差ボケしてるから若干結構グイグイ来るな。結構ね、うんこちゃんの今エキス入ってるよ。ふーさん毒入ってるよ、ちょっと。あんまりこんな人じゃないんだよ。うんこちゃんのせいだよ。やった、うん、このまま言ったらお前ら勝手にしろよって、俺帰るからなって言いそうだよ、これ。でも極論やっぱ彼女いるし、別にね、全然いいよね。全然いいっすよね。勝ち組だよ、これ、うん、大丈夫、気にしなくていいと思う。そうそう、全然気にしなくていいと思う。次いきますか、うん、じゃあ続きまして2通目、ニコニコネーム絶品さん、21歳男性、神奈川県にお住まいの方からいただきました。山ちゃん、ふーさん、こんばんは。こんばんは。僕は今大学生でコンビニでバイトしています。最近始めたばかりなのですが、バイト中一緒にシフトで入ってる高校生にめっちゃ怒られてます。そりゃ最初はいろいろ知らないわけですから、間違えたりもするじゃないですか。でも俺の方が先輩だからとか言って、年下のくせに敬語を使ってきません。うんうん、書いてる今でもすっげーイライラしてきたんですが、これは年上として、いや人生の先輩として、怒りの鉄槌を下すべきなんでしょうか、それとも大人の対応を見せるべきなんでしょうか。難しいね、これ。これ難しいですよね。難しいね、これ。難しい、これ難しいですよね。でもフーさんだってバイト経験ありますから。うん、なんか下に年上が入ってきたことはなかったんですか、あの天ぷら屋さんの。天ぷら屋さん、僕も知ってます。はい、この仕事を始めてからの方が多いですね。あ、もう要はそうか自分より上だけど、まあ、部下というか、その下というか、教えなきゃいけないっていうことはありえるもんね、大人になった方が。だって今もそうですもん。そうだよね、社会人だったらそんなこと普通にあるよね、もう。いやでもね、やっぱり仕事するときって、その、まあ、年は関係ないとはいえ、やっぱ尊敬がないとね、続かないんですよ。それが下だろうが上だろうが、そうそう、下だろうが上だろうが、だから多分ね、尊敬されてないんだよね。ああ。
あ、そうだね。だからなおさらただ年齢だけでって言われても。そう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 。だからそのお互いやっぱり尊敬しないといけないわけじゃん。ってことはバイトで言ったらあれだよね、先輩。確かに。じゃあでもそれタメ語っていうところの自称だけで、はいはい、イライラしてんの。うん。うん、そうか。うん、だからそこもっと例えば頑張ってその先輩、うん、先輩というかまあそのね今上の人を例えばサポートして感謝とかされたりすると途端に態度変わるかもしれないし、そうそうそう、あの気が利くねみたいなところから逆にごめんねっつってなんかそのこれからもよろしくお願いしますみたいになるかもしれんし、そうそう、だから逆にこっちが敬語使ってあげるとかさ、あいいかもしれないですね、こうなったらね、そうそうそう、それでその人が喜ぶなら、うん、そうそうそう、まずはそうしてあげて、うんうん、だ向こうの方が器が小さいっていう風に思わせればいいじゃん。そうだ、うん、それはいいか、周りがそう思いますね、絶対 年下が上司で、自分がだったらその敬語を使ってた方が怖くない、うん、相手からしたら、うんうん、あ怖いですね、怖い、うん、怖いよね明らかに年上なのにあの怖い、何企んでるんだと思う、今想像したら怖かった、うん、確かに何かでかい男だなと思いますね、そうそうそう、ありがとうございますうんこ先輩よろしくお願いします、ガチで怖い、やめてください、本当にありがとうございますガチで怖い、なんかそういうこっちの器をちゃんと見せてあげながらなるほど、そのなるほど、ね、やってった方がいいと思うんだよね、素敵、いやそしたらあ敬語使った方がかっこいいなって思っちゃえばいいじゃん、はい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 、その子に、いやもうそれは当然ですよと、僕だって新しく入って仕事あなたの方が覚えてんだから、うん、もうどうぞと、うん、全然僕従いますよって、でもその方が実はその人を使うことができるんだよね、はあ結果ね、結果だってそれはそうだ、立てていてさらにまずリーダーなわけだから、そう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 、どんどん仕事もしてもらいつつ、だから年下の、あ年上の部下の人っていうのは、うん、僕は基本的には敬語を使う、逆に、あむしろ、あ、うん、それは絶対よし、じゃあ今日からそうしよう、うん、そこで絶大な効果を、普通に言うとなんか器小さくない、まあねむしろね、うん、途端になんかやれためだの何なのとかってやるよりは、うんうん、はあ、コメントではね、まあ、そうね、敬語使えって言えばいいっていうのがあった、ね、あ山田敬語使え、分かりましたユーザーの皆さんありがとうございますいつも知った激励本当にありがとうございますユーザーのコメントで僕はもう毎日違和感しかないエネルギーをもらっていますそしてうんこさん素敵なユーザーを紹介してくれて本当にありがとう、おかげでニコラジがとても楽しいものになりました全然本音じゃないじゃないですか荒れております、ありがとう、荒れて荒れてありがとう、荒れて乾杯違和感しか感じないですね山田さんのそのいいねそのノリはとっても楽しい、今度一緒にお食事どうですかうんこさんうんこさん、ふうさんと一緒に お食事どうですか、そしたらねやっぱあぜひ行きましょうとなりますね、なるほど、いいねいいね、効果絶大です、ほら苦しゅうないぞ山田って言われたもん、うん、もっと上がいたい苦しゅうない、さらに上があでもすごい素敵ですね、この大人の、でもこれからもっと絶対年齢で関係なくなってくると思う、まあね、そういうことじゃないもんね仕事って、だってもうネットがあるから勉強しようとかさ、うん、知識を得ようと思ったら、うん、もういくらでも時間割けばできちゃうわけじゃん、うんね、ってことはもうその人がその時間をかけたものっていうのが、うん、その人よりはすごくなっちゃうわけだよ、もう何者にも勝るわけだから、そうそうそう、だから年下の人ですごい人なんていうのはどんどん出てくるから、本当そうだね、これからもうこんなのは、うん、多分年下のくせにとかっていうのはもう絶対もう、はいはいはい、もうね、もう聞かないくなると思う、そんなの差別用語的な死語になっちゃうんだね、くせにって何ですかみたいな、うん、年齢ってそもそも関係ありますっていう、うんうん、だからさっき言ったけどやっぱりその尊敬できるかどうかっていうところの人間関係をちゃんとやっていけば、うんうんね、確かに僕もそうだわ、年下でもやっぱりすごく仕事ができる人は尊敬するし大好きだし、うん、なんか一緒にご飯も行きたいなとかなるし、はい、上でもやっぱりダメな人はダメだから残念ながら そ, うだよ、ね、その人とはもう付き合わなくなるし、うん、ごめんねってなっちゃうんだよね、なっちゃうよね、なっちゃう、うん、なるほど、確かにそうだわ、だって10年後って逆転するわけじゃん、まあそうだね、うん、そうなった時例えば30の人が40になったらさ、30の人が強くなっていくわけじゃん、やっぱ現場をやってるわけだから、まあ、そうなってくるよね、やっぱりフロントで、だからその時に年下をいかに自分の味方につけておくかっていう、うん、年上も重要だし、うん、その年下も重要だし、はい、うん、その人もどういう先輩にね繋がってきたかによって全然違ってくるし、ほらいいねコメントも、そう、人の評価はね、うん、自分の評価って人が決めてくれることだから、そうなんですよ、ね、自分では決められないからね、うん、上には上がいますもんね、そう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 、順生きてるかって来てるよ、あ生きてますよ、今もすごい達観してました、うん、そうだなって思い当たる節が多くて、違う違う違う、そうだなって達観しちゃダメなんで先に上行っちゃったの
菩薩か今なんかもう勝手にもう行き着いてたどり着いてました。たまにそこらのワードがおかしいんだよ。たどり着いてました勝手に。感じゃダメだろ。俺たちの言葉が今鹿と感じた。本当に今菩薩菩薩菩薩準備。なそうだ。お互いやっぱリスペクトが必要ですよね。っていうことですよね。その年齢を尊敬する部分もあれば、その職場での立ち位置を尊敬するって、お互いがやっぱ尊敬し合ってればそういう圧力も生まれないんだなっていう。今いいこと言いましたね僕ね。どうかな。今ちょっと圧力っていうめったに使わない言葉を使っただけで頭よく聞かせようとした手口。ちょっと山田さんなんかそんなそこまで考えてないじゃん。なぜなら俺もそういう風に使うから。よくわざと難しい言葉使うんだよ。いいところ、ね、いいとこで言おうと思ってて勉強してましたから。講演会とか呼ばれたら俺わざと難しい言葉使うようにしてる。ちょっと今日言ってやろうかなと思って。そうですね。あの大変ご満悦ですね。ちょいちょい使ってなるほど。すごい世良さんの絵もいい感じになってる。飛んでる感じ。飛んでるね。飛んでる。損しになっちゃってんじゃないかよ。いいじゃないですか。いいじゃないですか。こういう感じでした今。次まさに。はい。じゃあまだよろしいですか。まだありますよ。じゃあ続いてのお便りはこちら。ニコニコネームパワーボム33歳男性岡山県の方からいただきました。山田さん、ふうさん、こんばんは。こんばんは。しょうもない悩みかもしれませんが聞いてください。最近ネットで怖い話を聞くことにハマってます。通勤の行き帰りはもちろん夜中もずっと聞いてます。でも怖すぎて夜電気を消して寝れなくなりました。そのせいで睡眠不足になっています。お二人はお化けとか見たことありますか？そもそもお化けは信じますか？あともし怖い話知ってたら話してほしいです。笑ってますけど、まず怖い話が嫌いです。そうなんですか。苦手なんですか。大嫌い。軽くいなした今。俺一回も聞いたことない怖い話とか。あ、怖がりなんですか、風さん。はい。お化け屋敷も一回も入ったことない。なるほど。あ、意外そうなんですね、うん、結構グイグイ。だから風さんがやる企画っていうのは基本的にはホラーとかない。はあ、そうなんだ。だからニコ動のやつっていうのはホラーが少なかったと思うんだけど、それは僕が嫌いだから。そう。あ、そう。山田さんホラー得意そうですよね。僕はでもこれ逆説的な話ありますね。でも風さんがこのエンタメの世界にガンガンこうやってね、はい、入ってきたのは、はい、でも怖いもの見たさだからだと思います。あ、うん、嫌い嫌いって言ってて、ここほどとんでもない世界ないですから、まあね、このエンタメの世界ほど。そうっすね。化け物であふれ返ってますから。そうっすね。でもちょっとなんか怖さのあれが違う。現実味がある怖さだよね。小林幸子来たーみたいな怖さね。本当に来ちゃったーみたいな。そうそうそう。歌舞伎来たーみたいな怖さ。怖い怖い。確かに一緒のステージだったらね、怖いですもんね。でしょ、うん、でも池知事来たーみたいな怖さです。怖さ。でも実は、うん、怖い話なんで嫌だかっていうと、うん、なんかね、うん、変な現象が起きちゃうんですよ。変な現象。なんか怖い話とか例えば始めるじゃん。言うと。そうするとなんか音がバーンってラップ、ね、したりとか、バツンとか。で多分ね、あのふかちゃん、作家のふかちゃん一緒に番組やったことがあるんだけど、でみんながね本当にホラーの番組やりたいからって言って一回だけやったことあるのよ、うん、風さんプロデューサーで。そしたら全部回線とそのモニターが全部バンバンバンってね、いきなり全部落ちたんだよね。マジっすか。生放送中。これでもね本当にあんだよね。俺も実は自分の番組で稲川淳二さんをゲストに呼んでやっぱ会談をやってもらったら、うん、本当にね全部ですよ、全部買い立てで当時ハイビジョン化した時の全部のカメラ、はい、突然完全に撮影できなくなっちゃった、うん、呼び寄せてるんですよ、ね、パツンって止まって。あの時もスタジオできてすぐだもんね。ね、原因誰も分かんないわけ。そっからもうあと何ともないんだよね。何ともないでしょ。何ともない。その時だけなので気持ち悪くなっちゃって、でそのまま上で、上っていうかそのスタジオの外で寝てたもん。うわ、だからそういうことが起きちゃうから、持ってる人なんですよ。そう、本当は。あ、だから本当に怖くなっちゃうんですよね。もしくは風さんが化け物かな。ありえますね。ありえるし、寝てねえし、どんどん新しい企画思いつくし、やるし、一番の化け物ですよ。そうですね。だから怖いの嫌いなんですよ。確かに。もう自分でたくさんだって。そうそう、もう現実が怖いから、もうこれ以上怖いのいらないもん。もういいって、うん、もう入院しちゃうからまた。え、お化けは信じる？僕は信じないんですけど、一回だけ人玉とか見たことあるんですよ。へえ。おじいちゃんのお葬式の時に、うん、家族みんなで、あ、人玉わーってなって、あれおじいちゃんじゃないみたいな話したことあるんですけど、基本的にお化けは信じてないですね、うん、見たことないからやっぱ信用できないというか、山田さんとかウーザーみたいな経験してないし、うんうんうん、俺は見ちゃったからな。見た？いやだ、見たとその現象をね、その全部が止まって、だから稲川さんってやっぱすげえと思っちゃった。呼んじゃうんだ本当にと思って、うんうんうん、ね、あの人はだからそうやって言ってたから、いやいやいや、やっぱり来ちゃったね、いや本当ごめんなさいね、山ちゃんごめんねっつって、怖いな怖いな、クオリティ高いですね、来ちゃったな、どうしようかなっつって言っちゃったから、
11月順次になったら、あ、本当だ、俺のもう一つの顔が浮かび上がってきてますね。え、ニコラジでなんかホラー特集とかってしたことあるんですか？いや、なんか言ってるじゃない、嫌いだから。じゃあ、ふうさんがいないところでなんかやった方がいい。やだよ、俺なんて一番怖いもん多分、うん、絶対ダメだ、俺も本当に失禁しちゃうと思う、うん、俺も怖がりだからな、うん、うんこちゃんとおしっこちゃんになっちゃうよ、本当にこれいいコンビっすね、いいコンビ失禁しちゃってるだけじゃない、いいコンビになりそうな、怖いよやっぱ、うん、いいコンビになりそうな。だからこの間友達と USJ に行って、お、そしたらみんな大好きなわけですよ、うん、ホラーとか、好きなので今その夜がそのなんかゾンビが来るのよ、あ、実際ね、ゾンビが出てそれで来るのよ、うん、なんか園内に、いや、いらないいらないいらない、もうずっと走ってたふうさんだけ楽しんでないじゃん、そう怖くて、うん、でもなんかお仕事で行かしてもらって、うんうん、こう USJ の方がいらっしゃったから、はいはい、うん、大丈夫ですとかって言いながら楽しいですね楽しいです、本当に楽しいですね楽しいですねって言いながら超逃げてたで、なんかね、その日本人形をモチーフにしたたたりっていう、いや、あのやつがあったの、名前からして怖いですね、本当の実際にその人形供養でその供養されている日本人形をモチーフにしたお化け屋敷があるんだけど、ふうさんだけ外で体育座りしてた入り口で、早く帰ってきてね、早く帰ってきて、終わった、うん、怖かった、そう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 、みんなどうなんだろうね、うんこちゃんファンはこれ怖いの好きな人なんだろうか、うん、どうなんですか ね、 ねえ、あんまり聞いたことないな、どうなんだろう、怖いもの皆さんいるんだろうか、うん、ねえ、あ、怖い、あ、好きなんだ、うん、あ、そう、僕ホラーゲームとかたまにやるんで、うん、あ、ホラーゲームもすごいなるもんね、もうあれ怖いっすね、音とかちょっと大きめで、ね、あと、ね、モニター大きくやってたら結構こうビビるよ、うん、俺多分コントローラー投げて割っちゃうと思うえっつってか怖い時ってさ、はい、すごい変な力出ない、あ、出ますねなんか普通出ない力が出るよね、そうだ、うん、僕心電図つけてやったんですよ、ホラーゲーム、うんうん、どれぐらい心拍数が上がるのかって、うんうん、とんでもないことになってましたからね、いや、なんかやっぱりそうなるみたいだね、うんうんうん、体にやっぱ、うんうん、あの女の子がそのお化け屋敷行った時にも、はい、そのなんかいやーって言ってバンってその出てきたお化けを突き話しただけなのに壁までドーンってしちゃって、そのお化けが若干失神してるみたいな、あ、そバカ力が出ちゃうぞって、出ちゃうわ、そんなことありえるらしいからね、やばいね、飛ばされちゃった、飛ばされるよねさあ、そう、今日そんなもんでしょうか、あら、あら、ということでそろそろエンディングでございます、じゃありがとうございました、ニコラジからの大きなお知らせをまずは今日はねちょっとしっかり聞いて、うんこちゃん、そうなんですよ、うん、ニコラジからお知らせをさせていただきます、はい、まず15日火曜日は森口博子さんがニコラジに降臨、16日にリリースするニューシングルを徹底紹介しちゃいます、うん、そして16日木曜日は、あ、水曜日はごめんなさい、先週ですねお伝えしていた内容にちょっと若干変更がありました、あ、そうそう、あのね、はい、俺がもともと熊本に行ってるから、はいはいはい、その間、はい、まあ、ちょっと2人でやってもらって、はい、で中継挟んでとかいろいろ言ってて、はい、あとほらうんこちゃんファンがそこに見に来てくれたら、はい、まあ、罰ゲームみたいな、はい、見に来なかったらか、はい、と言ってたんだけど、ありましたね、あのやっぱりこう場所とか発表しちゃうと、うん、そのなんかいたずらで来ちゃうのもお店とかにも迷惑かかっちゃうし、ということで、あの、はい、当日発表することにしました。当日の何時発表なんですか。いや、水曜日のニコラジで発表しましょう、はい、ちょっと待ってください、そのタイミングで発表して来ないでしょ来ないから自然にクビになる、もうめちゃめちゃハードル高くないですか、どこでここでやってるぞ山田さんがって言ったらそこに行くかじゃないですか、だから冗談で別にクビとかないから、もちろん、あ、分かりました、だって別に来なかったらクビとかっていうの切りないから切りないですよね、だからそうではなくて単純にまあ水曜日熊本から中継はするから、でまあ一応遠くから見てるから、そのうんこちゃんと横山君のやり取りを、はい、どうせあれだろ俺の悪口言うんだろ、あー、言っちゃうかもしれない、いいよいいよ、どっちが楽しい悪口か聞いとくから熊本でなんかすごいニコラジデスマッチになってきたね、すごいね、でなんかね、デスマッチすごい宣戦布告してるんですよ、そうですね、あ、そうなんですか、うん、なんか山田はね、なんかそのゲストばっかり呼んでゲストの力に頼ってみたいなことをもうツイッターで書いてて、うん、それをね言ってやるんだって来てたんだけど、うん、いや横山君ごめんね俺熊本だってなんか敵前逃亡かみたいに言われたから、うん、でも決まってた話だから、もう山田さん出るまでもないですよ、うん、もう僕が本当にやっときますよ、マリオさんもこの日来たくないって言ってたよ一緒に熊本行ってていいもん、まず俺を倒してから山田さん行ってもらうんですよ、もう俺が何とかしますよ、ってことは何、うんこちゃん味方で喋ってくれるの、それとも2人で悪口言うの、いや僕はあの素直に言います、僕だって山田さんのこと嫌いじゃないですもん、でも好きでも嫌い、好きでもないでしょ、まあそうですね、ほらいやどっちやってたんじゃないですか今、お前お前言われてたんじゃん、パワハラだ今、いやパワハラだからね、まあでもなんか逆にユーザーにはいい機会だから、うん、うんこちゃんの独り立ちができるかもしれない、こういい機会だから、あ、そうですね、ちょっと大事よ、はい、一生懸命やろうかなって、俺熊本で見てて、あ、俺出るもん幕ないなと思ったらもう全部水曜日あげちゃう上げちゃったっていいんだよ、いやいや、ちょっとなんかその目がちょっとあれですけど、そうだよ、いやでもちょっとあのこんなにチャンスいただくことあんまないんで、ね、ちょっと頑張りたいなって、はい、一生懸命やらせていただきます、はい、なのでだからそのどこに来てとかっていうのはもう当日言いますから、うん、当日発表で、
わ、はい、かりました、はい、じゃあ山さん頑張ってください、はい、よろしくお願いします。他にもあります、他のお知らせも、はい、はい、17日木曜日は虹色オーケストラプレゼンツ透明のシンフォニーから事務員 G さんと 40mB さんが登場します。さらに30日にミニアルバムをリリースする3ミニッチさんが登場。18日金曜日は23日にアルバムをリリースするコマンさんが登場。16日にニューシングルをリリースするエッジオブライフさんが登場。22日火曜日は30日にメジャーデビューシングルをリリースするメゾンブックガールズさんがメゾンブックガールさんが登場します、うん、はい、以上になります。はい、はい、あ、申し訳ありません、まだまだあるよ。ごめんなさい、これですね、すごい大事な重要なお知らせを、忘れてました。ですね、スケジュールの都合により23日の水曜日からアシスタントの担当曜日が変更となります。そうそうなのよ。そうなんですよ。なんか、はいはい、聞いたらやっぱもう2人忙しくて、うん、やれそのほら曜日固定しちゃうとあんまりこうまたね、そのせっかく水曜日の他の仕事があったのにとか木曜日の仕事があって言ってて、うんうん、はい、調整したらなんとかなるらしいので。そうなんです、うん、来週ぐらいからこれをやってみるってことだよね。23日から水曜日を隣の坂田くん、木曜日を私加藤純一が担当することになるので。 あ、でもこの方がいいね。俺はやっぱり隣の坂田くんはイケメンだし、女の子のファンをいっぱい呼んでくれるから。ちょっと連日でならねえな、はい、いやあのね、正直やっぱりうんこちゃんに1日の期に会うのは濃いよね。いやそんなまず月に会って、うん、もう会いたくないぐらいの頃に木曜会う油身みたいな、ね、そうしよう食いすぎるの、うん、いや俺はもっと毎日でも会いたいですけどね。まあでもいいんじゃない、一回変えてみんのも。だからそうそうそう、はい、うんこちゃんが月木だと思えばいいの。この週から、その23日の週から月木アシスタントを私加藤純一が担当して、坂田が火水、火水のアシスタントを隣の坂田が担当することになります、なので番組の、はい、詳しい情報は、ね、やっぱ脂っこいものはね、そういうことそういうこと、ちょっとこう間を空けて使う気がではいいんだよ1日おきでうんこじゃないの濃いもんね、濃い濃い濃いかもしれない。俺は会いたいですけどね、まあでもこの週からも頑張りますよ、うん、でもあれだよ、あの熊本に誰も来なかったら結局木曜日か月曜日減るよ。いやそしたらまあ火水とまたなんかうまいことなんとかしてなんとかして残ろうとしてるな、もう食いなんとかして食い下がらないとダメなんですよ。絶対あの誰も来れないような熊本の場所にしとこう。そんなやめてください。熊本の秘境に繁華街でやってくださいね。繁華街でやってくださいね。なので番組の詳しい情報は番組ホームページ公式ツイッターをご確認ください。はい、以上となります。よろしくお願いします。はい、さあうんこちゃんからお知らせありますか。僕今日この後9時からまたやんの、今日も報道します。なんでよろしくお願いします。ほら、それぐらいですね。いつもお家でやってんの。違う、僕お家でやってます、うん、はい、レジでやってる。レジでやってる。レジでやってる。山田さん今来てくださいよ。今度ちょっとふるさと行くわ。あ、ぜひぜひ。フラット飲みラジ。フラットはちょっとお前飲みラジちゃんとぜひ来てください。ぜひ来てください、本当に。ふるさんからお知らせは、さっきもありました、はい、東海議2017のチケットが発売されておりますので、はい、そちらの方にこれ行きたい、ぜひいらっしゃっていただきたいと思います。土日ですね、今から開けといてよ、うん、はい、セラ君からお知らせは、はい、僕は今週の土曜日の21時からゲーム実況ワクワクソー Z という番組に出るので見てください。おお、土曜日だ。ゲームします。へー、これもちょっと一回まだ見たことないんだよな俺、うん、大体もう4時間ずっとゲームしてます。ほんと、はい、あと何人ぐらい来るのこれ。ワクワクソあのメンバー、そうですね、ゲーム実況者ワクワクバンドの5人でやってます。ちょっと見てみたいね、はい、無料です。あ、無料今コメント見たね。コメント拾ったね今。そんなに気になるの。こいつらは必ず有料か無料か聞くからね。そう、本当に必ずだって東海議でさえ無料無料って。無料じゃねえよ。いいねいいね、あのなこんな段取りだろ。いいねいいね、やめてくれよ。なんかさ、何でもいいみたいになってんじゃないかよ。考えてみてよ、東海議場所借りるんだよ。そうそうそう、場所借りてんじゃん。せめて場所でしょ。当たり前じゃん。決まってんじゃんね。それで赤字で怒られるじゃん。まあ正当だ。結局そうなっちゃうんだから。どうしたらいいんだよ。どうしたらいいんだよ。ユーザーがどうしたらいいんだよ。この上ない手の振り回してるから。いいねいいねって。そうだよ。だこの後の俺のオフ会のお知らせ言えないじゃねえか。絶対有料じゃねえか。山田さん言っちゃえ。さあ僕も有料でイベントやるよ。楽しみだ。もちろん有料さ。当たりません有料さ。楽しみだな。だからいいよ、来なくていいよみんな。新しい宣伝だよ。アバよ。流れが。アバよ。もう消してくれ。チケット予約台数、ま、達成した？何の？売り切れだって山田さん。すごい。え、何の？あ、普段塾？すごいじゃん。本当に早いね、あの人たちの人気もすごいね。今ものすごいって言うからね今、うん、まあ、よくニコラジーネね来てくれてたからね。いいな京都深い。京都深い。だってあれでも京都の楽しみを教えてくれたのはフーさんだから。そう。あ、そうなんだ。先週ねラジオで言っちゃったよそれ、ね。嘘、うん。フーさんがどうやってこう今まで京都が楽しいかをっていうのを。
全部伝えちゃった。これね、面白かったよね。最高だった。弾丸だったけど、ね、俺だってもうベロベロで覚えてないんだ。俺後にも先にもベロベロでホテルに気がついたらいたのはふうさんと飲んだのが初めて。俺本当に記憶ないから。山下さんお酒強いですもんね。そう、ほとんど自分で絶対に先には負けないと思ってたのに。多分日本酒3升ぐらい飲んだよな。しかも空き缶で、空き缶で、空き缶で。聞いたことない、3升は。あれ一番良くない。いや、あれ飲みすぎたよね。あれはね、俺今でもでも楽しかったね、楽しかった。ちょっとじゃあぜひまた京都オフ会ももしかしたら風さんに会えるかもよ。はい、本当に今日も池袋雨の中来てくれた皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて帰ってね。今日の一枚見てみましょう。はい、皆さんどうぞ。ちょっといろいろ怖いよ、風さんの後ろの怖いよ。それいっぱい書きましたね。じゅんじゅんちゃん、じゅんじもいて、レジディア、レジディア、レジディアもいて、あれ一軒家になっちゃった。この後生放送だから、レジディア楽しみに。ここまでのお相手は山田久志と、うんこちゃんこと加藤純一と、セラミカルと、ふうさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。